サンティジョバンニエ・パオロ聖堂、サンティジョバンニエ・パオロ聖堂の正面聖堂内部、ロザリーの礼拝堂、サンティジョバンニエ・パオロ聖堂は、イタリアのベネツィアにあるドミニコ海の聖堂である。ベネツィア共和国歴代元首の葬式などを執り行うなど、ベネツィアうちでも大きな聖堂の一つである、ゴシック建築をもとにした、レンガ作りの巨大な聖堂であり、 ベネツィアのドミニク海の主教会としての役割を果たしてきた古代ローマの初期キリスト教の聖人ジョンとポールに捧げられた聖堂である1246年に建設が始まったがきっかけは時のベネツィア共和国元首ヤコポティエポロが沼地の上を白い鳩の大群が飛ぶ夢を見たことによるティエポロはその沼地をドミニク海へと寄贈し聖堂が建設された 新たな聖堂の建設のため1333年に古い聖堂は取り壊され、現在の聖堂は1430年に完成した。聖堂内は葬式用や埋葬用のモニュメントや絵画が多くあり、聖遺物としてシエナのカタリナの足などが奉納されている。聖堂の横にはベネツア共和国の傭兵隊長だったバルトロメイをコレオーニの銅像が立っている。 主動には二丁町の恩恵を奏でる三つの鐘がある。ベネツヤ共和国元首、その他の著名人。ありがとうございます。